Alright, thanks for checking out Chris's room. 今日はですね、好きなことを本当に仕事にできるのかっていうことについてお話したいと思います。Alright, あのね、好きなことを仕事にできるのか、できます。ちょっとね、ネットとかこの間見てたわけよ。好きなことを仕事にできるって。そしたら転職サイトをおすすめしてるアフリエイトサイトに、好きなことを仕事にしない方がいい。なぜかというと嫌いになって後から辞めたくなるからとか言って、これちょっと違うよなって。で特にね、好きなことを仕事にできるかっていう時にアドバイスもらう時は、好きなことを仕事にしてる人からアドバイスをもらうといいと思うよ。多分好きなことを仕事にしてない人から、好きなことを仕事にできるのって聞いたら、自分がやってないから正しいアドバイスは言えないと思うんだよね。そう、これは例えば飛行機のパイロットになりたい時に、どうやって飛行機の運転するのってタクシーの運転手さんに聞かないやろ。そういうもんなんだよ。 Alright? じゃあなぜ好きなことを仕事にね、できるかっていうのを説明させてください。 Alright? OK、 これはね、好きなことをやってること、好きなことだけやってたら仕事になんないんですよ。好きなことをやって誰かを手伝う、ね、誰かの辛い悩みとか、誰かの問題、誰かをもっと喜ばせるとか、ね、誰かを手伝う、でもそれだけだったらダメなんだよ。誰かを手伝って、その手伝ってこれを出す時にビジネスの形になってると、お金が流れてきて実際に生活できていけるんですよ。収入得ることができるんですよ。これがね、結構ね、大切なポイントなんだよ。好きなことをやって誰かを手伝う、ね、好きなことだけじゃダメだよ。好きなことをやって誰かのためにならないとな。で誰かのためになって、でその時にね、このビジネス、お金が流れる仕組みにしてないといけないんですよ。まあ、どういうことかっていうと、僕のセミナーとかでめっちゃ詳しく説明してるんだけど、ね、ビジネスには5つのポイントがあって、まあ、本当はもっとあるんだけどね、せめてこれはカバーしないとお金はどうしても入ってこないわけよ。でどういうことかっていうと、商品にしないといけない、サービスにしないといけない、人に伝えないといけない、宣伝だよね、マーケティング、そして実際にその商品を届けないといけないんだよ、ね、でこのその後にファイナンシャルマネージメントがっていうのがあって、その自分がやった時間、自分が使ったコストとかで入ってくる収入がもっと大きくないと赤字になっちゃう、ね、あと支払いサイクルとかキャッシュフローとかいろいろ詳しいことがあるんですけれども、とりあえずですね、この自分が好きなことをやって、それがこのビジネスの形になっていれば実際にできるんですよ。でね、今日のポイントはそこじゃないんだよ。実はね、嫌いなことを仕事にしてても好きなことを仕事にしてても実はね、同じなんだよっていうのがこのビデオのポイントなんだよね。 OK、 じゃあどういうことかっていうと、例えばサラリーマンをやってて、サラリーマンをやってる人、僕はサラリーマンやってた時とかすごい仕事が嫌いだったんだよね。本当にもう通勤とかがもう大変で、まあ、僕はブラックだったから結構やばい経験で、まあ、ちょっとそこはスキップするんだけど、大変だったわけなんですよ。大嫌いだったんだよ、仕事が。で、ね、どういうことかというと、ね、ブラック企業とか、ね、嫌いなことを仕事にやってても、実はあなたは誰かの問題を解決しているんですよ。誰かを手伝ってるんですよ。で、そこには実はビジネスの形になってるんだよね。だから給料っていう面でお金のエネルギーが入ってきてるんだよね。それだけなんだよ。どういうことかっていうと、その会社、あなたが入っている会社は問題があったんですよ。ね、例えば売上が上がってきて、ね、事務の仕事だからだったら、売上が上がってきて、事務の仕事をやっている時に人手不足になった。または、もともとやってた人たちがそろそろ引退して、引退したら、ね、作業がぐわーってパニックになっちゃうから、そのために誰かを入れて1年2年トレーニングするとか、そういう実際にお金的な、お金が回ってる問題があるんですよね。でその問題を解決することによってエネルギーがお金として入ってくるんですよ。
でもこれ実はビジネスになってるんですよ。だってさ、サラリーマンやるときって契約書あるでしょ。契約書あるよね。あれはビジネスだよ。私はこの時間からこの時間の間にこういう作業をしますと。で、このぐらい休みますと。ね。で、もしそれが私がやらなかったら、クビになっても OK です。でも、その代わりこういう休みとか、休んでも給料もらえる日にちがこのぐらいになってますっていう、それ、ただ単のビジネスディールじゃん。会社とあなたビジネスやってるわけじゃん。で、どういうことかっていうと、会社があなたのクライアントなんだよね。ね。例えばさ、ね、事務の仕事で正社員になれたとしようよ。ね。で、この会社の売上が年間10億円。で、事務の仕事、ね、お支払いの仕事とかいっぱいあってさ、Excel の仕事とかは、ね、マイクロワードを使っていろんな書類を書くとか。で、これで人手不足になって売上が入ってきたから。ね。あなたが正社員として入ることができました。おめでとうございます。毎月30万円もらえます。もう本当にね、よかったね。もう安定してて仕事は大変かもしれないけど、お金の面で生活できて嬉しいなって。でも、5年後に、この会社の売上が10億円から3億円に減ったらどうなると思います?ね。10億円のビジネスがあったから、売上があったから、その仕事のね、ニーズがあったんだけど、これが3億円?半分以下に下がっちゃったら、あなたの仕事が必要じゃないかもしれないんだよ。どんなにあなたがその仕事が上手くても、もし先輩とかがいたら、ね、ね、あなたはクビになる可能性がめっちゃあるわけよ。ちゅうか、ビジネス上考えると、それは超ありなんだよね。だから、新入社員とかは、もう頑張って、ね、なんか社会はお祭りで毎年人を雇ってくれるんだ。大学から雇ってくれるんだ。黒いスーツ着て、なんかね、就職、東京ドームの就職イベントとか行ったりとかして、なんか社会のお祭りで毎年人を雇うんだって思ってるかもしれないけど、実は人を雇う会社はビジネス的なニーズ、問題があるから人を雇ってそこにお金を出している。で、本当にね、若い人たちは超頑張るんだよ。超頑張るの。で、ね、時給、お金じゃないところでもすっごい頑張ってくれてると思うの。例えば、嫌な上司と夜2時まで飲み会に行って、ずーっと調子乗ってて話してて酔っ払ってる上司の話を聞いてあげる。これ大変だよね。で、特に女性とかこれやってると困らない?大変だよな。かわいそうだと思うぜ。そういう面でもう上司が言うことをいろんな面で聞いて、はいすいません、ごめんなさい、もっと頑張りますって超頑張ってんだけど、パッてなんかの事情でその会社の売り上げが下がるとか、なんかあってリストラとかされたら、どんなに上司と頑張っててこういう面で飲み会に何回とか言ってたんだけど、関係なくパッてクビになっちゃうっていうのが、これがビジネス面の事情なんですよね。で、好きなことを仕事にすること、それと嫌いなことを仕事にすること、どう違うかっていうと、ほぼ同じなんですよ。嫌いなことをやって誰かの問題を解決すること、ね、サラリーマンの場合だったら会社の問題を解決する、それだけなんですよ。その会社の問題を解決することによってその会社の売り上げが上がる。なんでその会社の売り上げが上がるのっていうと、その会社は他の会社の問題を解決してるんだよ。他の会社を手伝ってるんだよ。他の人たちを手伝ってるんだよ。で、手伝うことによってエネルギーが、感謝の気持ち、お金で流れてくる。で、その会社を手伝うことによってその一部のエネルギーが自分に流れてくる。嫌いなこととやっておくとも、好きなことをやってても同じなんだよね。好きなことをやってたら全く同じ。好きなことでその会社の問題を解決する。そのあのね、仕事って誰かを手伝うって考えると本当にいいと思うよ。好きなことをやってこの会社を手伝う。嫌いなことをやってこの会社を手伝う。でも超嫌な感じでパワハラとかされてたら、あんまり嫌だよね。それもちょっと変だよね。だから好きなことをやって好きな会社、好きな人たちを手伝う。で、その会社、そのチームが誰かたちを手伝ってる。またはフリーランスとかダイレクトでやる場合は B2C だよね。自分で直接誰かを手伝う。ライフコーチの仕事とかカウンセラーとか。そういう場合は自分が何か好きなことをやって、で、誰かを直接手伝う。で、その問題を解決することによって、
って感謝の気持ち、問題を解決するエネルギーがお金として入ってくる。でね、ちょっとね余計なんだけど、もう一個面白い話をさせてください。 All right、 これはねちょっとダイエットの話なんだよ。ダイエットしたい人、はーいって感じで、ダイエットしたい、ダイエットしたいってよ、ひろあくん、あなたはもう大丈夫だよ、ダイエットしたくて大丈夫だよ。でもねちょっとダイエットの話なんだけど、面白いのがあってさ、ダイエットしたい人って普通の場合どこに行く？スポーツジムって思った人多くないかな。多分ね7割8割ぐらいの人はダイエットしたいってなったら、特に年末とか年明けとかね、ジムに行くんだよね。でジムに行って、まあね、まあ、7000円から1万2000円ぐらい、まあだいたい1万円にしようよ、1万円払って、ね、ジム行き放題のところに行くわけですよ、ね、でジムのオーナーとして、ね、1人から、ね、じゃあ2ヶ月行くとするね、2ヶ月で痩せれるか、2ヶ月で2万円得ることができるんですよ。でもね別のところは2ヶ月で28万とか30万取れるの。全く同じことしてるんだけど、これなんだと思う？これ面白いよ、いい勉強になるよ。これはライズアップっていう会社なんですよね。これは非常にいい会社だと思う。本当にここからはいっぱい学べるところがいっぱいあります。マーケットの部分とか。でも一番学べるところはここなんですよ。痩せたいと思ったら7割8割はジムに行く。でもね、ライズアップに行くと必ず痩せることができるんですよ。2ヶ月で必ず痩せる。でもし痩せれなかったら全額返金しますっていうわけよ。でも28万とか30万円するんだよね、2ヶ月間で。面白いっしょ。ジムのオーナーとして、ね、痩せたい人の問題を解決するんだったら月2万円しか入ってこない。でもライズアップだったら月28万とか30万円入ってくる。プラスのコースでいろんなのポツポツってねつけられるしね。でまあね、これは本当に一つのポイントはね、問題を必ず解決できるよっていうスキルがある。そこのレベルまでお手伝いすることができたら、お金の流れ、エネルギーだよね、エネルギーがもっと大きくなることにできるんですよ。でもこれはビジネスの仕組み、さっき言った5つのこと、これをしっかり考えて整えてないと、ね、例えば、ね、無料コーチングで誰かの10キロ痩せることができました、2ヶ月で。でもお金の面でしっかりしてないと、ビジネスの面でしっかりしてないと、その人お金払わないからね。いや結構ですとか言ったらお金入ってこないからね。そこはしっかりビジネスの面で勉強しないといけないんだけど、まず一つのポイントは、専門的に本当にあなたの問題が解決するよって、ね、喜びでもいいよ、旅行とかでもいいよ、うちの旅館に来るとめっちゃいいっすよっていう、もう保証がついてるような感じ、ね、そういうところは収入をもっと得ることができるんですよ。なので自分が好きなことで本当に誰かのお手伝いになる、でその人の問題が本当に解決されるっていうレベルまで持っていくことができたら、実は好きなことでも収入は結構入ってくるんですよ。なぜかというと、嫌いなことをやってその人の問題を解決しても、好きなことをやってその人の問題を解決しても、ビジネスの仕組みにしてると全く同じでお金は流れてくるんですよ、はい、でもう一つ余計な勉強のライズアップのポイントは、ここでちょっと考えてね、ライズアップは問題、お客さんの問題に直接目の前に立って話したんですよ。ジムの場合はそれをしてないの、ね、ジムはうちに来ると健康になれますよとか、ダイエットできますよって。でもね、正直言って運動を週2回やってて体は痩せないの ね。どうやるかっていうと、炭水化物を抜くと、1日炭水化物を一拳ぐらいに、これ2ヶ月やってみ、もう体がサラッサラ痩せるよ。でこれ興味あったら、僕のチャンネルのオーガストさんっていう先生とビデオを撮ったので、まあ、45分ぐらいのビデオがあるんで、これを見ると本当に、あ、だから体は食事から痩せるんだっていうのが分かると思うんだよね。でライズアップは何をしてるかっていうと、カウンセリングをして、こういうものが食べたいんですって言って、一緒にメニューを作って、炭水化物が入ってない肉とか油がいっぱいある。油って結構ヘルシーなんだよ、実は。いい油って。うん。で、そのような
その炭水化物が入っていないメニューを用意して、毎日そのコーチと話して、今日これ食べましたって試写メで送って、誰かがパッパッパって答えて、あ、それいいですね、あ、ここちょっと多いですからここを控えめにしましょうみたいな、そういうのを健康チェックを含めていいサービスで提案してて、この直接お客さんの問題を解決するサービスを出してるわけなんですよ、ね、直接オンラインのお客さんの問題に行く。これはちょっとね、深い余計な、ね、すごいね、楽しいマーケティングとかビジネスで、マーケティングもうまいよね。プルプルプルライザーとかのデブのおっさんとか、ね、女性の人がブンブンって言ってブンって出てきて、で1ヶ月後2ヶ月後シャラーンってなってて、ね、超はっきり分かるじゃん。うちに来るとこうなる、こうなんなかったら全額返します、ね、すごい分かりやすいよね。 All right、楽しかったね。今日はちょっとね、ビジネスについてお話しさせていただきました、ね、やっぱり好きなことだけやってたら難しいと思うんだよ。好きなことで誰かのお手伝いをできる、で本当に誰かのためになることをやっているからモチベーションも上がっていく。本当にね、僕昔嫌いなこと仕事にやってて超やりたくなかった、仕事なんてやりたくなかった。でも今は本当に大好きで、誰かのためになってるな、今日やることによって誰かの人生がちょっとでも楽になるなって思うと、本当に自然に、あ、今日も事務所行きたいなとか、週末にも考えたりね、結構ワクワクしながら楽しくね、やりがいも感じながら仕事ができるっていう感じなので、本当にハートの部分もね、愛の部分も人を大切にするって言って、俺はまた、まっちゃ話すの長いね、短くしないとごめんなさい。 Alright、 なのでですね、今日のビデオはちょっとね、この4本シリーズの間にちょっと短めのビデオをパッて入れたかったので、あとね、前髪のコメントありがとう。前髪ちょっとやばかったね、ごめんね。でカットしました。でちょっとバッグも変えたぜ。僕ロッククライミングとか、クリフダイビングじゃない、ケーブダイビングとか釣りクライミング大好きなんだよね。であとドローンもね、最近ハマってるんで、ドローンとかもここに置いて、でこれなんちゅうんだっけ、かわいいんだよねこれ、ポケムラマムルマ、なんかちょっと名前忘れちゃったんだけどね、本物がめっちゃかわいいぜこれ、超最高、素敵なんでここに置いておきます。 Alright guys, thank you so much for checking out Chris's room で、LINE に登録していただけると僕の3日間の、無料のトレーニングが受けれます。でこれからね、結構ね、そこにね、もっともっとビデオを追加して、具体的なビジネスとかそういう面でもね、いろんなビデオも追加していただけますので、たまたまには時々にそれをチェックしていただけると幸いです。 Alright guys, thank you so much for checking out the video、 本当にありがとうね。今日も皆様が幸せで過ごせるように心からお祈りしております。 Alright, I love you guys. Thank you. See you next time.